いろいろ回ってるんだけど、あんまりいいの置いてないのよね。お、はあ、ねえねえ、これすごく可愛い。見てよ、ウイハル、このパジャマ。こんな子供っぽいの今時着る人いないよね。小学生の時くらいまではこういうの着てましたけど、さすがに今は。そうよね、中学生にもなってこれはないわよね。うん、ないない。うん、あ、私ちょっと水着見てきます。水着ならあっちにありましたよ。本当？いいんだもん、どうせパジャマなんだから他人に見せるわけじゃないし。これどう？よし、今のうち一瞬合わせてみるだけだから。それ、何やってんだビリビリ。えっ、なんであんたがここにいんのよ。いちゃいけないのかよ。お兄ちゃん。あ、兄ちゃんってあんた妹がいたの？違う違う、俺はこの子が洋服店探してるって言うからここまで案内してきただけだ。あのね、お兄ちゃんに連れてきてもらったんだ。私もテレビの人みたいにお洋服でおしゃれするんだもん。そうなんだ。今でも十分おしゃれで可愛いわよ。短パンの誰かさんと違ってな。何をやる気？だったらいつぞやの決着を今ここで。ああ、お前の頭の中はそれしかないのかよ。はあ、大体こんな人の多い場所で始めるつもりですか。ねえねえお兄ちゃん、あっち見たい。あ、わかった。じゃあねお姉ちゃん、バイバーイ。